そのギャンブル依存症って言ってるじゃないですか、はいはいはい、まあ、言うてそんなかけてないんでしょ。もう依存症になっちゃって最後の方は1日200万とかかけてた。マジ？200万？はい、どうも、シトでございます。はい、エドセポネです。はい、ちょっと今日はですね、いつもとは変わった動画になっているんですけども、特別企画というところで、ほうほう、今回ですね、一人ゲストをお呼びしまして、シトエドとゲストの対談企画でございます。対談、対談企画です、はい、ボートレース関係あるんですか？ものすごく関係あります。ほう、テーマは、はい、ギャンブル依存症問題について。ちょっとね、このテーマ、昨今ではよくささやかれるボートレース界隈でもね、テーマなんですけど、はい、ちょっと僕らそういった知識薄いんじゃないかいと。まあ確かにいろいろありましたし、ね、いろいろありましたからね、はいはい、それについては、はい、なのでちょっと今回はですね、とある方をお呼びしております。なので早速ご紹介したいと思います。はい、今回のゲストはギャンブル依存症問題を考える会代表、田中理子さんです。よろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかにお願いいたします。さあ質問していいですか？はい、今回のこの対談やろうっていうきっかけ、はい、何なんですかね？いい質問ですね、はい、僕がですね、つい今年の3月に、まあ、公式のボートレースの配信の中で問題を起こしてしまいまして、うん、社交心を煽る、まあ、そのギャンブル依存症の方たちに対して非常に、まあ、失礼な発言をちょっと僕がしてしまったと、その公式の番組の中で。それについて非常に大きな問題になってしまって、まあ、ちょっと謝罪をさせていただくというような問題がありまして、はい、ちょっと当時僕はですね、それについてよく理解できてなかった。そういうギャンブル依存症の問題を抱えている方とか、そういった問題を解決しようと社会活動を貢献をされている方に対して非常に失礼な発言の一つだということに後々気づかされるということになりました。これは単純に僕の知識不足が招いたことなのではないかと。一つの食材として私は勉強していきたいし、視聴者の皆さんにも知っていただきたいなと。それに対してもう一個質問があるんですけれども、はいはい、リコさんは、はい、まあ、ギャンブル自体をなんか撲滅させたいのか、うん、ね、なんかどういう立ち位置なのかなって、僕の勝手なイメージですけど、ギャンブルをする人たちからしたらちょっとなんか敵なんじゃないかみたいな。そのイメージ、やっぱり私たちもすごく払拭したいなっていうふうに思っているんですね、はいはい、ギャンブルの楽しさを一番知ってるのも私たちだから、うん、私たちってことはギャンブルされてた。もうめちゃめちゃバリバリにやってたんですよ。しかも競艇協定以上の仕事だったんですか？1995年ぐらいだから。そう、植木さんが大活躍してる頃よ。もう大好きだった、植木道彦さんが。植木さんとか服部さんがツートップで、あ、まあ、めちゃくちゃ活躍してて、もう大好きだった、あの頃。リコさん、めちゃめちゃ喋りますね、ボートレースの話。思い出になると思うな、本当にそんな感じで、もう大好きだったの。なるほど。うん、でも言うて、はい、そのギャンブル依存症って言ってるじゃないですか、はいはいはい、まあ、言うてそんな、まあ、かけてないんでしょ、ね、そういうその依存症って一気になっちゃうわけじゃないから、はいはいはい、おっしゃる通りかけ始めた時はね、そりゃまあ1日5000円とか1万円とか、はい、そのぐらいでやってた。もう依存症になっちゃって最後の方は1日200万とかかけてた。マジ？200万？結局最終的には3000万ぐらい借金作ったと思う。3000万、うん、だからすごい笑顔で話されてますけど、ちょっとリコさんのね、その半生をインタビューされてた記事がありましたので、ちょっと概要欄に貼っておくんで見ていただきたいんですけども、はい、で今は回復されて、今こういった問題を解決する側になられてるわけです。今日はそんなリコさんにですね、このギャンブル依存症問題についていろいろこの後質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ちょっとリコさんにいくつか質問をしていきたいんですけど、僕は少し勉強もさせてここにね、挑ませていただいてるんですけど、まあ、その勉強する前の僕、そして多くの皆さんが思ってる可能性がある質問をさせていただきたいと思います、うん、まず一つなんですけど、はい、ギャンブル依存症って
自己責任なんじゃねえかという意見があると思うんですけど、これについてどうなんですか。正直自己責任ではないんですか。よくそういうふうに言われるんだけど、はい、それもちろん自己責任が1ミリもないって言ったらそんなことはないと思うんだよね。だけどそのことをやることによって病気になる人たちがいるっていうことを認めて、ギャンブル依存症になる人が何パーセントいますよ、それに関しては自己責任ですよっていうことをもっと広報したらいいじゃない、ギャンブル産業側も。なるほど、うん、そうなっちゃう人たちがいますよ、それに対してきちんと対処していきましょうねって言ってるのは普通に当たり前のことじゃないのかなとは思ってる。なるほど、うん、確かに今の話を聞いてふとリンクしたのがタバコのパッケージに近いなと思ってて、タバコのパッケージはこのぐらいの体に悪い可能性がありますって数字も書いてあれば、死亡のリスクまで書いてあるけど、その上で広告を打つじゃないですか。まあ、確かに他のギャンブルってそういうこと一切書かないなという。そう、それに今タバコはもうテレビ CM もやらせてもらえてないっていう風になってるし、そのいろいろな規制がかかってるはずなんですよね。でもギャンブルってそうなってないじゃないですか。そうであればその自己責任論っていうのはちょっとそれだけっていう風には成り立たないんじゃないかなっていう風にも思うし、逆にその自己責任だから何もしないっていう風にやることで誰も得しないじゃん。例えばちょっと犯罪が増えるとかって言うと大げさなのかもしれないですけど、そういったことも想定されるってことですよね。つまりやっぱりギャンブル依存症という名前だけあって病気ということで、これは科学的に合ってるという、ね、そうそうそう、もうそれは医学界でも心理の方でも認められてることだから、そういう病気になる人が数パーセントいますよっていうことは認めた上でお互い進んでった方がやりやすいんじゃないかな。やる側も売る側もその守る側もっていうことですね。ちょっともう一個聞きたいのが、まあ、僕ら、もちろんギャンブルを逆にその発信していく側、広めていく側のお仕事をさせていただいてます。よくテーマに出てくるのが社交心という言葉なんですよ。でそもそもまず社交心っていうのが何なのかっていうことと、なぜその社交心を煽ってはいけないのか。なんかね、はい、それってすごくよく言われるんですけど、社交心を煽らないでくださいっていうふうに言われるんだけど、はい、ピンとくる部分と来ない部分があって、私たちギャンブル依存症の当事者も、はい、うん、多分これで一発逆転できるとか、ギャンブルで一発やって人生も逆転しようみたいな、はい、そういうことを言い過ぎてはいけないみたいなことを規制されてるんだと思うんですよね、はい。であと広告規制おっしゃる通りにあるんだけど、やっぱりそれ守ってないところとかもあって、例えばノーリスクハイリターンとかっていうことを言い出したあるアプリ会社とかがあって、私とかはそれ困るっていうことを言ってたんだけど、はめていくような感じがするよね。だってノーリスクじゃないし、ギャンブルに手を出すっていうことは。でそれは多分ポイントで始められるから、お金を必要ないんでノーリスクだっていう話だったの最初は、みたいなことですね。そう、でも始めるっていうことはそこからハマっていく人たちもいるわけだから、決してノーリスクではないっていうことで、そういうのは確かに社交心は煽ってるし、そういう呼び込み方はすごく困るなっていうふうに思う。なるほど、うん、シトさん、はい、その生配信で、はいはい、言ってた言葉ってあるじゃないですか。明日の飯もかけて戦ってるんだという、うん、発言ですね。まず2つ質問あって、うん、社交心これ煽ってますかっていうことと、この発言ってやっぱ問題あると思いますかっていう、うん、ね、社交心を煽ってるには当てはまらないんじゃないかな。社交心を煽ってるっていうよりもやっぱりその依存症の人たちのやることだよねっていう感じはするね、うん、依存症の人が傷ついちゃったっていうのは分かる気がする。だって本当にそれやってるし、その現実ってめちゃくちゃきついから、体験してる人たちはもうそれ本当にギャグにできるような状況じゃないからなっていうのはあるよね。僕正直 それでようやく理解できたのが、なんか社交心を煽るという点で問題があるっていう点で叩かれたんですよ。で僕そこはちょっと唯一理解できなかったんですけど、そういう人たちにギャグじゃない不適切な発言という意味合いではようやく理解できました。個人的にはそれは社交心とは言わないんじゃないかなって。方向性としてはその出演者側に言ってる言葉なんですよ。お客さんに言った言葉じゃなくて、俺たちはそういう気持ちでやってんだから、お前も頑張って勝負しろよっていう意味のこっち側のメッセージなんですけど、だって開示なんてそんな感じだもんね。むしろ
あの業界の人たちが依存症対策を社交心を煽る一本しかないのが問題なんじゃないかな。でもそれしか言われないです。言われないです。それしか知らないんだよね、多分。それだけじゃないし、うん、社交心を煽るがイコール依存症対策の全てかって言ったらそんなことないからね。例えばなんですけど、僕らがよく言われるのが大金をかけすぎないでくれっていうことをよく言われるんですよ。最近どうしてもボートレースが右肩上がりにこのコロナ禍とかも含めて成長してきて、多くの方が見る産業になってきたというところで、まあそういった注意が多く入るようになったんですけど、その中でよく言われるのはお金をかけすぎないでください、社交心を煽るような金額をかけすぎないでくれと。それがどこまで効果あるんですかっていうのがよく分かってなくて、僕らが万針10万針をやめたことによってどのぐらいどういうメリットがあるのかが全く分からない。じゃあその勝負レースで万針10万針やって、はい、取ったことってあるんですか？もちろん僕らはあります。ボーンとじゃあそこで、そうです、何度もありますね。もちろん帯とかも取ったことありますし、うん、はい、すごいね。ただ、まあ、もちろん失敗した回数の方が多いですがっていうことです。何回やって、はい、取った回数と、はい、失敗した回数と出しといたらいいんじゃないですか。何回目こいつらが失敗した。なるほどなるほど。そうするとあえて社交心をそんなに煽ってなくない？確かにね、成功率 10% って言われたらやめとこうって思うかもしれないですね。なるほど、うん、なるほどね。それでよし俺もとはならないですね。客観的データで。なるほどなるほど。素晴らしい提案ですね。それ思いつきませんでした、うん、そしてもう一つが円という表記を使わないでほしいと。ポイントって書いてくださいと。ポイントって書くことで煽らないことになりますんで対策になりますって信じてやってるんですけど、これはもちろん、私それはね逆効果だと思うよ。逆効果なんですか？だっておもちゃみたいな感じがしちゃうじゃない。私カジノにもハマってたから、競艇だけじゃなくて、はい、カジノのチップっておもちゃみたいだなって思ってたの。なるほど。なんかお金じゃないみたいな感覚がしちゃって逆効果じゃないかなって思って。それはちょっと衝撃です。僕らは逆にそれが、まあ、正しいことだと思って信じてやってきたんですけど、それが逆効果だとすると、だからこの守ってる2つがあまり意味のないことをやらされてるっていうことですかね。気がするけどね。それ誰が考えたんだろう。わかんないけど、モーターボート連合会の人なのか、はい、なんかわかんないけど、多分ギャンブル依存じゃない人がこんなの効果あるんじゃないかなと思って想像で生み出した法則じゃないかなっていう気がする。だからそういう時にやっぱり連携ってすごい必要だっていうさ、何が良くて何がダメかっていうことをちゃんと我々と話し合ってくれたらいいのにね。今日は画期的な協定のことで初めてこういうふうに話し合いができたから画期的な第一歩かなと、うん、思うけど、すごい勉強になることばかりなんですけど、続きにもなるんですけど、まあもちろん依存症対策、先ほど言ったように2点を守ってくださいって言われる。しかし僕たちとしては視聴率とかお客さんを増やしたりすることも求められる。売り上げを上げること、すごく板挟みになる部分が多くて、うまい落としどころっていうのはないのかなっていうのをすごく考えてるんですけど、やっぱ連携ってとこなんですかね。連携しながらだけど、ちょっと私もその若い人たちの文化だからさ、 YouTube って、だからそのこうしたらいいみたいなことをこう明確に若い子たちがどういうふうに見てるのかっていうのもそんな詳しいわけじゃないから言えないんだけど、こういうこと参考になるんじゃないかなと思って少しデータとか持ってきてみたの、はいはい、うん、で2018年にアルコールアディクション医学会っていう医学会があって、依存症の学会ではまあ一番権威があるという、まあ、そこであの優秀論文賞っていうのをもらった研究があるの。ギャンブル依存症のこうヒエラルキーがあるわけよ、依存症になるまでの依存度みたいな、依存、そうそう、でこんなきっちり分かれてるわけじゃないよ、こうグラデーションになってる感じだけど、ギャンブルを全くやらない人、あとギャンブル愛好家の人で、ちょっと問題が出てきたぞっていうギャンブラーの、問題あるギャンブラーの人、そしてギャンブル依存症の人っていう風にこんな風になってると思うの。使徒さんたちが広めたいっていうのは、多分このギャンブル愛好家の人を増やして広めていきたいっていうことだと思うんだよね。ここが広まれば業界としても安全だし社会問題にもならないし、ここが広まっていくといいなっていうふうに、それは私も賛成。ここを広めていくにはどうしたらいいかなみたいなちょっとデータを持ってきたんですね、はいはい、ギャンブル開始年齢の平均ね、ギャンブルをに手を出した平均年齢、はいはいはい、ギャンブル依存症になっちゃった人、これ病的ギャンブラーって言うんだけど、うん、病的ギャンブラーになっちゃった人は手を出したのが 18.1 歳なんですよ、平均が。平均で、うん、平均でですか？平均で。もっと若い可能性もあるんですね。そう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 、私なんて3歳だもん。
サンサンかなのでギャンブルに限らず依存症って何でもそうなんだけど、まあ、早く始めると依存症になっちゃうリスクは高いの。なるほど、うん、なのでだから YouTube を配信する時も若い子たちもみんな見れちゃう状況だから YouTube って、まあね、なんかそういうフィルタリング機能とかなんかそういうのを駆使して若い人たちがこう手を出さないように気をつけてほしいなっていうのが一つの案ね。なるほど、うん、だからこうしろっていうのが今明確にあるわけじゃないけど業界の皆さんでも考えてもらえたらなっていうふうに思う、うん、それとねもう一つデータとしてすでにめちゃめちゃ参考になる。やばいな。最もギャンブルに費やしてた時期の時間っていうのを、はい、はまってた時のことですね。はまってた時に1日のうちの時間でギャンブル依存症の人は 7.6 時間。うん、まあ、ちょっと長いですね。長い。あ、でも愛好家の人もね5時間あるんだよね。まあ、5時間は長いですね。長いの、うん、だからこの辺瀬戸際だなと。だけどやっぱり1週間のうちの日数が違うんだよね。あら、本当だ。1週間のうちの日数でやっぱり愛好家の人は 2.7 日だから多分金土日とか優勝戦の前のこの3日間ぐらいとか準優勝戦優勝戦そして前日から考えるとかそのぐらいなんだと思うんだよね。なるほど。ところがもうギャンブル依存症者は1週間のほぼ毎日をこれに研究に費やすみたいになっちゃってるわけ。一節間ってことですね。そうちょうど節間の節間ですよそれ。そうなのよ。だからそうなる前愛好家の人たちもそのギャンブルだけじゃなくていろんなことに興味を持ったり趣味を持ったりしておくっていうことはすごく大事。依存症っていうのはさ一つのことにしか依存できなくなるから依存症なわけ。なるほど。だって私あれだもん競艇場に行ってファンにプレゼントとかあるじゃないよく企画で、はい、うん、プレゼントってねペラを手に入れて、はいはいはい、競艇の、そう、それ見てこうやって研究してたからね。そんなことまでやってたからそれをしてどう予想に役立てんのか何の意味がみたいな。でも本当にもう負けが込んで毎日考えてるとそんなことやっちゃうの。当時パソコンなんてなかったからさ、はい、データをこうやってつけてもうしかもそのデータを取る時も正座してつけてたからね。あ、もう精神論から入れるみたいな。そうギャンブルの神に嫌われちゃいけないとか失礼だとかっていうよく言ってます彼が。正しいと思います。正しいと思います。それ正解ですそうなっちゃうとすごくまずいなっていう感じはするね。なるほど、うん、ちょっともう一つ最後にね、はいはいはい、お伝えしたいんだけど、はい、この実験結果、研究結果で何が分かったかっていうと、はい、この今までの研究っていうのはこのヒエラルキーから見ると、はい、いろんなね、スクリーニングテストってたくさんあるじゃない。あの、なんか質問に答えるやつ。チェックシートとかさ。あなた、ギャンブル依存症チェックリスト、うん、これの項目、多分なんか5個とか7つ以上は当てはまったら長いのは20個とかあって、はいはい、そう。やったことあります、うん、ギャンブル依存症の危険性があるっていう。そうそうそう、あ、やったことあります。ありますよね、はい、あのスクリーニングテストって大抵はこのギャンブル依存症の人とギャンブルを全くやらない人の比較で出されてるの。そのギャンブル依存症の人とあのここを比較してもあんまり意味がなくて、ギャンブルの愛好家の人とギャンブル依存症の人と比較してみてその差は何なのかっていうことを出していかないと本当のギャンブル依存症対策ってできないんじゃないかって考えたわけ。だから愛好家にとどまってもらうためには何が必要なのかっていうことを研究したわけよ。それがロストって私たちは名付けて、またちょっとこの攻撃的な中で何を失うのか。でまず1番目はねリミットレスっていうことで、はい、ギャンブルをするときには予算や時間の制限を決めない、決めても守れない。当てはまります。当てはまりますか、はい、でこのデータはねちょっと見てみるとこんな感じ。回答があってさ、ギャンブル依存症の人は決めるが大抵守らない。そこあそここれだよね、うん、そこ私もそうです、うん、毎日行くたびに今日は2万円で絶対やめるぞとかって思ってたもん、うん、でも200万いっちゃってたからいや桁が変わってるんです。単位がおかしいです。だから本当にこれができなくなっちゃうっていうのはすごく大きい、うん、で次を、はい、ワンスアゲインということでギャンブルに勝った時に次のギャンブルに使おうと考える。当てはまります次の軍資金だよね。次の軍資金ですよ君ギャンブル好きじゃないだろ絶対。いや好きなんだけどね、うん、それがこのワンスアゲイン、はい、で次シークレット、ギャンブルをしたことを誰かに隠す。あ、当てはまります。これは当てはまります。もう問題が起き始めてると怒られたりそんなもそう面倒くさいことになるから隠しちゃう、うん、これははまります。はまる。
で次テイクマネーバックということで、ギャンブルに負けた時にすぐに取り返したいと思う。それは思う思う。ギャンブルで負けた金はギャンブルで取り返すっていうのは依存症になりかかってる人たちにとっては当たり前の常識だと思ってるじゃない。はい、常識じゃないんですか。常識じゃないのよこれが。え、マジっすか。そう、マジっすか。私もね、本当にこの研究やった時にギャンブルやる人でこう考えない人がいるんだって思ったの。だからね、ちょっとそこは気をつけた方がいい。いやでも実際問題、今この動画を見てちょっとでも当てはまるなとか、いや結構当てはまって心配だってなった方いると思うんですけど、そうした場合どうしたらいい。あのやっぱり早めに相談してもらうっていうことがすごく大事かなっていうふうに思うんで、まあ一応私たちの相談電話持ってきたんで、ギャンブル依存症問題を考える会にこう相談してくれてもいいし、各地に精神保健福祉センターっていうのがあるんで、そういうところに相談してくれてもいいかな。じゃあちょっと本当にね、今回いろいろ勉強させていただいたので、正しい知識を僕らも、そしてまあ視聴者の皆さんもね、身につけて、これからも楽しめる人は愛好家としてやっていきたいですし、本当に危ないという人は、うん、まあ、しっかりと適切な場所にね相談をしていただくという形で、まあ本当にね、愛好家として楽しんで行ってほしいなっていうふうにすごく思う。うん、病気にならないように、はい、はい、と思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日はですね、リコさんをお迎えして、ギャンブル依存症問題について、対談させていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにリコさんがやられているタカリコチャンネルというね、まあ、依存症問題に関することをですねやっている YouTube チャンネルがあります。で僕らこの後そっちのアフタートークというか、はい、の本にもね、動画で出演させてコラボさせていただくので、ぜひリンク貼っておきますのでそちらも見てください。ということで、今日はこの辺でというところで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。君分かったか話。あの純蔵9枚って社交心。いや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 、当てても意味がないこと言われなくても痛いほど分かってるしもがいてるよ。あ